こんにちは、佐賀県武雄市のブルーラインです。今回ご紹介するのはここにかけてますけども、このシャツは東洋エンタープライズのハワイアンブランドであるサンサーフから今年新しくリリースされた新作のアロハシャツ、こちらを今回はね紹介していきたいというふうに思っています。私のこと YouTube 動画でちょうど1週間ほど前になると思うんですけども、同じそのサンサーフからアロハシャツを紹介をしています。第1回目第2回目ということで、そのデザインの違うアロハシャツを紹介しているんですけども、今回は第3弾として同じくこのサンサーフからまた違うデザインのアロハシャツが入荷してきたので、改めてね紹介をしていきたいなというふうに思っています。まずこのシャツを紹介する前に、ここにサンサーフの今年のカタログ、2023年のねこういったカタログがあります。これをねちょっと見てほしいと思うんですが、いろいろパターンがあったりとか、いろんなデザインがねこういうふうにあるんですけども、今回紹介するのはこのページ、このページを見てほしいんですね。このページの中に、いくつかこうありますけども、この真ん中、この真ん中にあります。この真ん中、この真ん中の中のさらに真ん中にこのオフホワイト、オフホワイトの、そのアロハが書かれているんですけども、今回このタイプのね紹介したいというふうに思っています。まあ、こういうふうに見てご覧のように、そのサンサーフのアロハシャツっていうのは一つ一つにその名前がついています。名前で今回紹介するこのタイプ、このタイプはここに書かれているんですが、ここに名前が書かれています。シーファンと書かれている、 SEAFAN のシーファンというふうに書かれていますね。このシーファンというのが今回紹介するこのタイプアロハシャツの名前になるわけですね。このシーファンというのは何かというと、またね見ながら、見てもらいながら紹介をしたいと思っているんですが、まずはこのね柄をこういうふうに見てほしいというふうに思います。こういった柄になっているんですね。こういった柄です。これがいわゆる色はオフホワイトという色合いですね。本来であれば3色展開なんですが、今回このタイプはオフホワイトの色合いです。こういったデザインになっているんですね。先ほど言いましたこの名前がシーファンというふうに名前があると言ったんですが、実はこのデザイン、これ赤とか青とか黄色でこうデザインがされていると思うんですけども、こういったデザインですね。これ何を意味するかというと、いわゆるこれサンゴ礁の一つなんですね。海にいるあのサンゴ礁、あのサンゴ礁の名前が、一つの名前がそのシーファンという、扇状に、形がしているサンゴ礁のことをシーファンという、それがこの名前になっているということなんですね。こういう感じです。こうやって見てみると、何をこのデザイナーはイメージして作ったのかというと、ハワイの海の中をイメージしてこういうふうに作られている、青とか赤とか黄色とかで、サンゴ礁、扇状のサンゴ礁を表してデザインがこの名前になっているんですね。こういったデザインです。おそらくこのデザイナーの方が頭の中でイメージしたハワイの海の中なんですね。いわゆるその、抽象的な感じでこう作られている、あまりそのリアルに描くんではなくて、ぼーっとイメージした中でそういうふうに描かれているのがこのタイプだと思うんですよね。でなぜかというと、これを見てほしいんですね。ちょっと面白いんですけども、この緑色のところ、この緑色のところをよく見てみると、まあ、おそらくの魚の群れと思うんですが、よく見てみるとなかなかこう 魚には見えないような描かれているんですよね。何だろうなと思ってずっと見ているんですけど、やっぱり魚でしか、思いつかないんですけども、この頭のこのデザイナーの人の、まあ、ユニークなところだと思います。魚に似せたなんかだと思うんですけども、こういったデザインがされている、非常に面白いデザインでされているなっていうことがわかると思うんですよね。このタイプは実際このアロハシャツもね、ハワイにあった実在したもののいわゆるそのレプリカなんですね。これは1950年代後期に作られたハワイに存在したアロハシャツをイメージしてこういうふうに作られているということなんですね。このアロハシャツのデザイナーの方っていうのは、まあ、ハワイでもね代表するその有名なデザイナーの方の一人、ジョン・メイグスっていう方。このジョン・メイグスという方はいろんなそのアロハシャツのねデザインをしているんですけども、特にこのシーファンをね、その本人のジョン・メイグスさんも実際に自分が着て、写ってる写真もあるぐらいお気に入りのデザインだったということがこのタイプになるんですね。ジョン・メイグスさんお気に入りのデザインがこのシーファンというデザインになっているかということなんですね。そしてこの素材というのはレーヨン素材で作られています。正式名称はレーヨンハブタエと言います。レーヨンハブタエ、レーヨンの特徴というのはこうやって皆さんもご存知と思いますけども、こう柔らかくてしなやかでつるんとした生地感、これがレーヨン素材ですよね。
こういった人に。やはりその常夏のハワイで着られていたということで、まあ、接触冷感、涼しく感じるということと、私たちが発する熱を外に出してくれるというね、そういう特徴を持ったのがこのレーヨン素材になるということでね。まあ、なかなかね、私もこうやってアロハ着てますけども、なかなかそのアロハを着るのに勇気がいるなという方はやっぱり実際いらっしゃるんですね。だけども、まあ、こういうふうに着てみるとね、一度着てみると、まあ、そんなに抵抗はないんじゃないかと思うんですよね。いろんな意味合いがあるこのアロハシャツですね。それでどういった意味なのか、いつ作られたのか、作者は誰なのかっていうのね、いろいろありますので、そういったものを身にまとうというのもたまにはやっていいのかなという、たまにはアロハシャツを着てみてもらってもいいのかなというふうに思うんですね。なかなか第一歩が踏み出せないという方もいらっしゃるんですけども、ぜひね、今年の夏は思い切ってこういったアロハシャツを、ね、着てね、夏を楽しんでもらえばいいのかなというふうに思います。そして最後になりますけども、その先ほどね、1回目2回目のそのアロハシャツの紹介の時にも、言いましたけども、何回も繰り返しになるんですが、メンテナンスのことに関してまたさらにね、紹介したいというふうに思っています。このメンテナンスというのは、洗濯機でガンガン洗うんではなくて、手で押し洗いをしてほしいということなんですね。洗面台に水を張って、少しの洗剤を入れてかき混ぜて泡立てて、そしてこのアロハシャツをひっくり返しして押し洗いをします。押し洗いするだけで汚れは取れていきますので、押し洗いをするだけでいいです。ゴシゴシこすったりしなくていいですね。そのまま押し洗いをして、そして4回5回とすすぎをして、その時も絞る時もギュッと絞るんではなくて、こういうふうに優しく絞ってやって、そして形を整えてハンガーにかけて、そのまま干してほしい。そして完全に乾いたら低温のアイロンでさっさっと伸ばしているだけで大丈夫ですね。面倒ですけども、こういったものを手洗いするとまた愛着も湧くと思うので、ぜひこのレーヨンのアロハシャツだけは自分で洗ってほしいというふうに思います。それでは実際に私がこれを試着をしてみて、どんな雰囲気になるのかを見てほしいというふうに思います。私、身長168センチ、62キロの体型で、M サイズを今から着てみて、どんな雰囲気になるのかを見てほしいというふうに思います。そしてまた、この商品の詳しいことは、この動画の概要欄に商品ページのリンクを貼り付けてますので、ぜひそこをクリックしてみてください。今回は東洋エンタープライズのハワイアンブランドであるサンサーフから、今年新しく発表された新作のアロハシャツ、シーファンというデザインのアロハシャツ、こちらを今回は紹介をしていきました。